大月みやこでございます。今回私がデビューをいたしまして、いろいろ重ねてまいりまして、間もなくですけれども、ちょうど50という数字、50年という数字を迎えるにあたりまして、その前哨戦という第1弾として、3月27日、女のかがり火という曲を皆様にお届けできることになりまして、張り切っています。今まで応援をいただいた大月みやこの歌世界、女を歌う歌世界を、やはり今回も、題名もその通り女のかがり火というものになりましたけど、あのかがり火というのは炎がチロチロとこう燃えてる、でもその芯には決して消えることのない、凛としたものがある、そういうかがり火を想像していただき、歌の内容としては愛しいあなたと私との物語が題材になってるんですけれども、でもやっぱり凛としてこういうふうに生きていきたい女性像をこの歌の中に盛り込んでいます。もちろんこのあと今年、後半、そして来年の前半に向かってですね、50という数字をちょっと意識しながら、今日まで、本当に恥ずかしいほどのゆっくりの歩みではございましたけれども、その50という数字を、なくてはならない、どの1年を飛びましても私には大切な経験を、重ねてきて、知識になったような、そんな気になっています。どうぞ、第1弾として女のかがり火、皆様にお届けできるようになりました。この後またきっと違う月見やこも、感じていただけることを確信をいたしております。どうぞ末永く、お聞きいただけますように、女のかがり火応援をお願いをいたします。